はい、どうもゲス。本日は、吸引器の力がどのくらいなのか、からいいなって思います。で、吸引器を吸い取って、まあ、ほぼガードできるので、どんくらいすごいのかってのをまずね、みんなに見せていけたらいいなと思います。みなさん、こんにちは。ひでおさんチャンネルです。今日は吸引器の検証をするということで助っ人に呼ばれました。今からヒレオくんに吸引器を使ってもらいます。わー、そう、こうやって全部インクを吸い取るの。あーなくなった時に倒しちゃった。うねちゃん、ひどひど、最低だな。はい、今回気になるのはね、このガチホコショットを吸引器で吸い取れるのかってのをちょっと検証していったらいいなと思ったんだよね。なので今からヒレオくんにガチホコショットを打っていこうかなと思います。ほい、お、消えた消えた。わあ、爆強い爆強い爆強い。あ、全部消された。吸引器すごっ。わあ、危ない危ない。威力やばいな。あともう一つね、気になることあって、まあ、さっきガチホコショットは吸引器で防げたんだけど、このバリア、ガチホコのバリアの爆発を、防げるのかってのをやっていけたらいいなと思います。じゃあ、爆発させていきたいと思います。いくよ、威力いくよ。吸って吸って吸いまく。おい、おー、生きてる。え、すごい、僕生きてる。ひれおくん強っ。生きてる。やばい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 。吸引器強っ。ガチホコ、苦じゃないじゃん。これ僕が強いから、吸引器も強いの？